シェフになりたいと思ったのはもう小学校の時ですね。小学校の時、うちの両親は料理を作ることが好きで、よく家でお手伝いをしながら料理を一緒に作ったりしていました。その時から、シェフになりたいっていうふうにも思ってました。で、家の近くに自分の目標とするお店もありまして、こういうお店すごいいいなっていうのをもう小学生ながらに考えていまして、それを現実に向けてやってきたっていう感じです。オーナーシェフ学ぶ森口の妻智子です。ハイスクールジュニアハイスクールの2人の男の子を育てる母でもあります。 LA カウンティダイヤモンドバーシティにある日本で食べれる日本食を目指して頑張るお店です。キャラ寿司レストランオーナーシェフの森口学です。レストランの紹介ということですが、この本当にダイヤモンドバーの地域の方、本当にうち常連さんが多いので、地域の方が、気軽に来てもらって、そして、ちょっとアットホームな雰囲気で、あと本当に日本の、味を、食べていただきたいと思って、そういうお店にしたいと思っています。3年ぐらい前から自分のお店はどこでしようかとか、このカリフォルニアの、上から下までいろいろ行きまして、そこの、住んでいる方、地域の、調査であったりとか、自分がやりたい料理がどの地域で受けるのかっていうのを、3年ぐらい調べまして、そしてダイヤモンドバー、ここは前のオーナーさんがされてたんですけども、そのオーナーさんともちょっとお知り合いで、ダイヤモンドバーも自分なりには自分の料理がここでは受けるんじゃないかっていうのもありましたので、お声をいただいて、このお店をテイクオーバーさせていただいて、始めました。主人は昔から、自分のお店をアメリカで持つのが夢で応援していましたし、陰から支えようと思っていたんですが、実際一緒にやってほしいっていうことを言われた時は本当にびっくりしました。ただびっくりしたけど、人生一回きりだしやってみたいなっていう気持ちも強くって、ただ現実は簡単ではなく、英語に本当に、格闘しました。お客さんからのオーダーも全て英語で本当に大変でした。ただみんなが本当助けてくれて、私が喋れなくってもお客様もすごく温かく声をかけてくれましたし、みんながあって今私はここにいてるなと思ってます。本当にみんなが助けてくれてありがたく思ってます。シェフになるためのステップということですが、自分は料理学校、料理の専門学校は行かずに、もうそのまま、レストランの、ホテルの方ですけど修行に入りました。でも同期のシェフの方はみんなその料理の専門学校を出てましたので、自分だけ、少しスタートが出遅れてました。なので、自分は、人一倍ちょっと仕事終わってから練習したりとか、みんなに負けないように、自分に技術をつけて仕事を与えてもらえるようには頑張ってきたつもりです。日本食レストランの裏仕事、本当にもうすごいたくさんあるのですが、そうですね、仕事、終わってからはそうですね、明日の、段取りとか、あとご予約いただいているお客さんの、お任せのメニューを考えたり、そうですね、あとは、食材の注文をしたりとか、そういうセットアップのことをいろいろ考えてやっています。あとそうですね、常連さんに関してはお任せのメニューもそうなんですけども、自分はその一人一人のお客さんの、好きなもの嫌いなもの、
まあ、あとフレーバーだったりとか、まあ、そういうことをなるべく考えて一人一人のおまかせのメニューを作るようにはしています。オープンからクローズまではとにかくお客様のことだけを考えて、お客様の、欲しい食べ物、美味しい食べ物を出し、いいサービスをすることに、集中してやってるんですが、実は裏方の仕事の方がすごく多くって、いろいろ従業員のスケジュールを決めるんだとか、やはり従業員たちのモチベーションを上げるためにどうすればいいのかなっていうのを主人と日々話し合ったりだとか、まあ、あとは仕入れから何からお金のことからお給料のことから、することは山積みで、ただやっぱりそういうことをなるべく大変なところを従業員に見せないようにはしないとなっていうのは心がけているところです。Well, when it's really busy, it's hard to keep track of every single one of your moves. So sometimes if you make one mistake, it leads into a whole bunch of other mistakes. And it's just like the whole kitchen and the dining room is backed up sometimes. So we really have to rely on each other to like check each other's work and use a lot of teamwork, because you just can't do it all by yourself. It's a lot of physical work because you're literally running around a restaurant. Even though our restaurant's tiny, you know, sometimes there's just no time to, you know, stand around, really. To somebody who's never worked in food, especially for Japanese food, it's very precise, and the chefs work so hard on it that you want to present, you know, the food to them as a server, and, you know, present with as much quality as they're putting into it, so. 次の日にロックダウンっていうことを聞いて、正直頭の中は真っ白になりました。もう明日からどうしていこうっていう気持ちで、ただ一つ言えることは、主人学と話してたんですが、もう閉めるのは絶対やめよう、もうずっとオープンし続けようっていうことは話し合いました。ただやっぱりストップしてしまうともうダウンしていくばっかりなので、とにかく開け続けよう、やり続けていれば絶対何か見えてくるだろうし、いろんな勉強にもなるから、一つ一つをクリアできるようにいろいろアイデア出し合って考えていこうっていう気持ちで前向きに毎日やってました。ただ1ヶ月は本当に大変で、売上も3分の1ほどになり、私たちが給料をもらえなくなるっていうこともありました。 One thing that was very challenging during the pandemic was having no dine-in, because that would mean a lot less customers, so it would be only takeout. I think going back to normal and having dine-in again was really great, because we were allowed to interact with people more since there was dine-in.And I think customers enjoyed that a lot more than having takeout only. そうですね。パンデミックの時のチャレンジなんですけども、まあチャレンジと言えるかは分かりませんが、まあパンデミックになって、まあ自分は正直そのパンデミックになった時に、まあ本当にもうやることも目の前で一日一日やることもたくさんありましたし、まあこのパンデミックになってまたそれがいい機会だと、そういう捉え方をしまして。まあ、このパンデミックの時にできること、まあ、通合メニューをちょっと増やす、考えてメニューに入れるとか、まあ、あとこの時間に、また従業員の方とちょっと接する時間もできてたので、まあ、シェフの方にはテイクアウトの詰め方であったりとか、そういうことを、まあ、伝えていけるいい時間だと思い、まあ、常にちょっともう僕はその、先のことをを見て、まあ、それに、費やする時間、まあ、いい時間だと思ってやってきました。でたまに来てくれるお客さんの中には、本当開け続けてくれてありがとうっていう言葉をくれたり、
僕たちは本当にサポートしたいっていう言葉を本当にたくさんかけていただいて、それが私たちの本当支えになって頑張ってオープンし続けてこれたと思ってます。だから一番のチャレンジは本当に閉めないで、とにかく前を向いて進んでいこう、オープンし続けようっていうことが一番私たちの気持ちで頑張ってきました。We have a group of people that come here on a regular basis. A unique group of friends that meet here at least once or twice a week. And so this is kind of the corner where we've just kind of settled over the years. The chefs here, I think, play off of each other in their innovations. So for instance, where else would you see Italian flavors melded with a sushi or sashimi appetizer, as an example? They're always trying new and innovative flavors and combinations of flavors, and we get to try them out very frequently because we're frequent flyers here. So I think that's what makes it unique. The omakase is never the same, and it's always the absolute freshest fish. I'm an avid saltwater fisherman, and I know what fresh fish is like, and there's never a question as to the quality of the fish here. I think that most young kids today don't appreciate the variety of flavors that they can kind of experience and challenge their palates, expand their palates beyond burgers and fries and chicken fingers. やっぱり私たちも今まで、どこかの会社で働いてたりっていうのもあったんですけども、自分たちがビジネスをできるなんても思ってなかったですし、ビジネスをしたことによってやればやるだけ自分たちに戻る、大変なことも確かにたくさんあるけれど、やるだけのことを返ってくるっていうのもやっぱり経験もしてるので、ぜひみんなには、皆さんには、今夢を持っている方は夢に向かって必ず、突き進んでほしいと思います。それはやっぱりお客さんに一人一人聞いてみたいところですけど、私が思うのは、お客さんが来て、私もそうなんだけど、やっぱり美味しい自分の大好きな食べ物をお腹いっぱい食べて帰るっていうのは、満足、お腹いっぱい満足して帰れることってとても幸せなことで、それが私たちもお客様に、提供できているのであれば、それは本当に嬉しいことだなと思うので、これからもお客様が食べたいと思うものを提供できればなと思ってます。I know it sounds cheesy, but literally when the customers remember my name or, you know, ask how are you, or they're like, I remember you from last time, like that genuinely makes me so happy because we all put so much effort into it.And I feel like sometimes it goes in vain, but we still don't take for granted those people who are like, thank you so much, or, you know, they give you a little extra tip. Like, that's just not something we expect, and it's so nice to have it reciprocated. Better call this fight.そうですね、このまあケラ寿司レストランに食べに来ていただいたお客さんがどうしてハッピーになるかということなので、まあ皆さんがハッピーになっているかどうかは分からないですけども、やっぱりこのレストランっていうのは、まあ僕がこれはもう自分がブレたくないとこなんですけど、やっぱりお客さんを喜んで帰っていただく、そんで美味しかった、楽しかった、まあ、お客さんによってはここに来て心が病んでいる時にここは病院だと言ってくださったこと、まあ、それがすごい嬉しかったんですけども、
まああのまあ、料理であったり、あとはまあ表 の, あのサーバー、ウェイトレスの方、あとマネージャーも含め、みんながお客さんをハッピーにしようっていう、まあ、あの気持ちがあるので、ここはだから、まあ、お声かけをしたり、そしてそのお客さん の, あの好きなもの、嫌いなもの、あと、まあ、そういうお客さんの特性って言ったらおかしいですけども、そういうのをみんな踏まえた上で、一人一人の、お客さんに対しての接客をしています。まあ、そういうのがやっぱりお客さんにその気持ち、うちらあの僕たち の, そのお客さんをハッピーにしようっていう気持ちがやっぱりお客さんに伝わるんだと思います。まあ、それと、一つもう一番大事なのは、あのやっぱり、お客様が大好きだっていうことですかね。まあ、それに尽きると思います。まあ、その気持ちが、まあ、お客さんに伝わって、お客さんも、ハッピーになってくれるんじゃないかなと。まあ、お客さんがハッピーになることによって、まあ、僕たちもハッピーになると、まあ、そう思っています。まあ、このキャラ寿司レストランについては、まあ僕今この4年目になるんですけども、まああの自分が思っている、まあ理想って言ったらおかしいですけど、まあ本当にみんな、あの従業員の方がみんな本当に頑張ってくれているので、まあ着々とその自分の思っているイメージには近づいてきてます。まあ僕このこの、そうですね、キャラの、もっと未来っていうか、あの想像しますと、まあ、最悪僕がいなくても、まあ従業員の方が本当にこうやりがいを持ってやってくれてる、でまあそこでお客さんがね来てくださって、まあ笑顔で食事をしてくださってる、まあそれがまあ自分の今後のこう想像した時 の, あのレストランの、まあ自分の頭の中で描けるその未来のイメージだと思います。The best advice that my parents have given me was to never give up, because even when times feel the worst, if you try your hardest, you can get out of any bad situation. I think it really just comes down to just everyone hanging out as a family and just being together, because I think that's the most important thing about family, is just being together.